大見兄弟社小学校は、滋賀県大見八幡市に所在するプロテスタント系、キリスト教主義の私立小学校。設置者は、学校法人、ボーリズ学園で、学園創立者は、ウィリアム・メレル・ボーリズと家族の霊場で教育者の、市柳牧子夫人。大見兄弟社幼稚園、大見兄弟社中学校、高等学校も長い歴史を持ち、幼稚園。 小学校高校まで通うことができる、滋賀県唯一の私学でもある。入学式、花の日礼拝、琵琶湖一周サイクリング、運動会、修学旅行、クリスマス礼拝併設の大見兄弟社中学校への内部進学制度はないが、毎年卒業生の半数程度が同中学へ進学をしている。5年生を対象に春休みに短期留学を行っている。小学校、 中学、高校の校舎と隣接して、前提が広がり、戦前に、ヘレン・ケラーが来校して、講演を行った、教育会館や、休養遅延者の廃土記念館が立ち、古き良き戦前のキャンパスを感じることができる。同学園は、大見鉄道バスとの特別契約を交わしており、朝夕の通学時間帯に限り、大見八幡駅、学園前館での直行便を通常便と合わせて、 運行している。毎日新聞。ありがとうございます。